エンジニ W の早稲田のエース竹澤も見えてきました。4年連続シード落ちから優勝に向けての早稲田のエース竹澤が今東洋に並んだ、トロイオに並んだ。さあ3位が変わります。3位が変わりました。名門の早稲田がここで3位に上がりました。竹澤は監督の渡辺康之さんに憧れて早稲田に入学しました。二人三脚で走ってきました。この2区1時間7分30秒を切りたいと話していました。その目標はおそらく抜いていけるでしょう。名門早稲田竹澤健介、今3位でキャプテン藤森に助けを渡しました。トップ東海と4分20秒差。ちょっとモグスが襷をかけるの時間かかりまして、ようやく700メートルほどでしっかり襷がかかってですね、そこからエンジンが入ったというような状況ですね。4年生になって4度目のこの2区を走るモグスが並走して、今モグスが2位に上がりました。そのモグスが今前を行く早稲田、何かこう石川を引き連れるようにしてその差を縮めています。さあモグスが来ます。ちらっとその足元を見ました。ペースを確認します。モグスが一度視線をやってまた前方に視線を戻し、並ぶことはしません。一気に抜きます。そして2区はダニエルだ。前に21人のランナーがいます。さあギタウダニエル鶴見をスタート。さあ日本大学のピンクのタスキが踊るように、さあ4人を一気に捉えていくんでしょうか。集団を抜いていきました。集団を抜いた、4人を抜いた。もう選手のことを見ることはありません。一気に13人を抜いたという 今大会になりました。日大のダニエルが見えてきました。あと1人抜きますとごぼう抜き最多記録。抜いた抜いた。これでごぼう抜きランキング16位新記録達成。そして17人目、早稲田の尾崎貴弘も捉えまして17人抜き達成。そしてダニエルが今木原を捉える、木原を捉える。20人抜き達成。箱根の歴史を変える20人抜き達成です。5分台に行くかもしれないですね。5分台が出るかもしれない、はいはい、去年打ち立てた記録は1時間6分23秒。2年連続区間新はあの瀬古利彦さん以来29年ぶり。2年連続区間新記録へ今たすきを渡しました。1時間6分4秒。2年続けてこの2区で区間新記録を樹立。これがエースの位置です。先ほどモグスが記録を出しましたが、こちらはごぼう抜きの記録。2つの歴史を今見ます。2位は日大、そしてダニエルは20人抜き。箱根駅伝ごぼう抜きの記録を作りました。バイクは20位でたすきを受けました東海大学2年生の村沢明信です。まず前にいた専修大学、19位の専修大学を捉えました。現在4人を抜きまして16位まで上がってきました。3号車の目の前の集団、その集団が村沢の目の前にも広がってきました。近づいてきました。東海大学の2年生の村沢が12人いるこの集団、集団の中に入って右側から一気に抜いていきました。もう先頭に出ようかというか、東海大学の村沢が12人をごそっと抜いていきました。先ほど助けを受け取ってまず4人を抜いて、そしてこの12人の集団を抜いて、これで16人抜き達成。見事な走り。日本人の村沢が仕掛けました。東海大学の村沢第3位、拓殖大学のケニアの留学生ジョン・マイナーをもう10メートル離しました。このボンタ坂の日本の坂を利用して、なんと日本の村沢が前に出ました。20位から3位、実に17人を抜いて今この戸塚中継所にやってきます。村沢明信、2年連続の2区、1時間6分51秒。この先頭を走る学連選抜の東海大学の早川は、東海大学としては予選で敗退しました。ただこの学連選抜チームの一員として箱根、最後の箱根を迎えています。東海大学は予選会で40年という出場の歴史が途絶えてしまいました。しかしこの早川は、東海大学はまだ箱根にいるということを証明するために走ると、そのように力強く語りました。東海大学4年生の早川翼は給水を受けました。その給水のボトルを渡したのは、今回故障で出られなかったエース村沢でした。学園選抜東海大学の早川翼、そしてその後ろ神奈川大学が今10位でたすきを渡しています。中央大学赤のたすき、2年生の新庄翔太です。あっと危ない、倒れそうな状況になりました。まだそれともこらえています。この残り 700m で 30m 上がっていかなければいけない上り坂。あっと新庄翔太が足をもつれさせています。さあふらつきながらもなんとかその右手
たすきを持って今たすきを19位で渡しました。今倒れ込みました2年生の新庄翔太。服部勇馬、東洋大学を率いますキャプテンです。去年おととしとこの2区を走りました。弟の弾馬が戸塚中継所で待っているという東洋大学の服部勇馬です。さあ明治大学の横に並ぶか。今横に並びました。横に並んで前に出た。さあここで抜きました東洋大学、服部勇馬、これで3位に上がりました。さあ2位が再び変わるかもしれません。山梨学院にさあ東洋大学、さあ服部勇馬が並ぶかどうか。今並んで前に出るか。並んでさあここでニャイルはどうする。ニャイルはついていく、横に並ぶ。両者のさあ並走が始まりました。センター平川さん、山梨学院のヤイロがスパート動きました。16キロを過ぎたところ並走ついていました。3キロずっと並走がついていましたが16キロを超えたところでさあスパートいきました。さあまた東洋大学の服部勇馬がニャイロに近づいてきました。先ほど一旦は30メートルほど差は広がったんですが今は5メートルまた縮まってきました。このエース対決、順位が目まぐるしく入れ替わる、2位争いが非常に熱くなってきました。まず東洋大学、服部勇馬が出た。ニャイロはついていけるかどうか。その視線を少しこの道路に目を落としながら今度は服部勇馬がリードを広げるという展開になった。ちょっと苦しくなったかニャイロ。運営管理者に乗る酒井監督からはこう声がかけられました。去年よりも1分2秒いいタイムだぞ。いいか勇馬、お前が狙うのは世界なんだぞ。これから世界を狙っていくんだぞ。さあ最後の箱根だ、そう声をかけられました。前回2区区間賞、弟の服部勇馬が待ち受けています。服部勇馬最後の箱根、弟にタスキを託した。その差は23秒、そして服部勇馬1時間7分4秒です。鈴木健吾は先ほど大吾監督の指示を聞いたんでしょうか。今スッとスピードを上げて2メートルから3メートル差をつけています。鈴木健吾はこの大会に送り出される前に大吾監督から一色のようなトップクラスのランナーに果敢に挑んでこい、そう強い言葉をもらって今回の出場を果たしています。青山学院大学の一色がどんどんその先頭との差を開かれているという状況です。駒澤の工藤がついていけません。ここで一人旅になるんでしょうか。神奈川大学のこの鈴木健吾3年生、運営管理者から大野英二監督が大きな声、いいぞいけるぞ、そんな声が後押しをしています。神奈川大学15年ぶりの往路優勝へ、史上初往路戸塚トップでたすきを渡しました。最後は笑顔を見せました鈴木健吾です。鈴木健吾のタイムが1時間7分17秒。神奈川大学の鈴木健吾、そして青山学院大学4連覇を狙います森田誉がその後ろにつきました。山梨学院大学のドミニク・ニャイロが今たった今3人の選手を抜きました。鶴見中継所17位でたすきを受けましてちょうど1分の差だったんですが、まず3人の選手を抜きました。デレセの後ろにニャイロがついて、抜いていきました。今3位集団になりました。一番後ろに青山学院大学の森田誉です。その後ろ山梨学院大学のニャイロと拓殖のデレセが今中央学院大学を捉えます。中央学院大学の1名を今捉えまして3キロを通過しました。これで拓殖大学が11位に上がります。中央大学を今捉えまして拓殖大学と山梨学院大学が11位、2位が神奈川大学、そして青山学院、この後ゴンタ坂の坂が待っています。山梨学院大学のニャイロ、さらには拓殖大学のデレセがやってきまして、今オレンジのユニフォーム拓殖のデレセ、そしてプルシアンブルー山梨学院大学のニャイロが抜きました。ニャイロは鶴見中継所17位からのスタートでしたから12人抜き達成ということになりました。初めて今ちらっと森田が後ろを見ました。森田が下りを利用して前に出ました。青山学院の原監督は森田に対していいぞいいぞとそう声をかけています。先ほどの山梨学院大学ニャイロとそして拓殖のデレセが東海大学の坂口良平を抜きました。なんと学生長距離界のエース神奈川大学の鈴木健吾が置いていかれました。2位の青山学院大学の3年生森田誉が鈴木を追いやっていきました。王者4連覇台を目指す青山学院大学森田誉、エースに今森田がタスキを渡しました。さあその差は22秒、東洋大学とは22秒です。そしてドミニク・ニャイロが来ました。大幅にジャンプアップ、ドミニク・ニャイロが今4位でタスキリレー、一気に13個順位を上げたという山梨学院大学です。